平年ですと、まあ、積雪量 1.5 メーターぐらいのところがですね、今年3メーターぐらいになっております。そういったところもですね、一生懸命やっていきたいと思っております。まだ暖かくなってきて雪崩の危険もあります。そういったところもですね、道路の安全も気をつけながら、作業員の安全も気をつけながらやっていきたいと思ってます。ゴールデンウィーク前の開通を目指して、一生懸命作業を進めてまいります。